堀川通りまっすぐ歩いたらな、二条城から京都駅まですぐなんやけど、それでもそれ以上歩いてるかもしれへんな。もっと登ると金閣寺から東京駅ぐらい、ああそれは遠いな、金閣寺から京都駅くらいまで歩ける多分。そう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 、最近ポカポカになってきたから、そうやねん、二条から京都駅割と距離あらへん、割とある、金閣寺から京都駅、そう、東京駅はちょっと遠いけどさ、そう多分金閣寺から京都駅ぐらいまで歩いてる。そう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 、多分夜行バスでそれな、二条城から東京駅それは遠いね、それ梅田から心斎橋より遠くね、梅田から難波とか余裕で歩けると思う。ゆず歩いたことあるもん、全然歩ける。ゆずほんまにな、歩くのが好きやね、なんか空気を感じながら。ゆずさ引きこもりやからさ、めっちゃさインドアやからさ、なんか本当に家にいることがめっちゃ多くって、でだからなんかその外に出た時に外を歩くとなんかすごいいいことしてる気分になるんよだからなんかいいことしてる気分になるの。そう健康的やろ。それって時間的にどれくらい、2時間ぐらいかな。いじけるにありがとう。大阪遠征に着いた場所が確か茶屋町ってとこだったから、茶屋町、毎日放送さんがあった。茶屋町ってさ、なんかのさ終点じゃない？終点に茶屋町ってあったっけ。オタク過ぎて2キロ歩くの、嘘自宅から自宅、すごい、そんな近くに住んでんの。すごいな、2時間はなかなか、そう2時間歩く結構疲れるけども、なんかいい気分してる、いいことしてる気分になるね。そう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 なんだよ。札幌市って東京の2倍、すご、人口は7、すごやっぱり東京から人口を引っ越しさせよう。自分広島だけど親が大阪なの、関西弁は馴染み深い。あ、そうなんや。じゃあ仲間、でもカタルフは広島弁なんかな。うわっ、なんて読むんやったっけそれ、天が茶屋、なんて読むんやったっけ、天元茶屋、なんて読むんやったっけ、めっちゃ懐かしい。ゆずきのさ、たまたまな、京都の友達から電話がかかってきて、何やろうと思ったら、なんか卒業式みたいな、先輩の卒業式で、で去年ゆずとなんか卒業式したなって懐かしくなって、ゆずに電話してみたみたいな感じやって、でそっからなんかあれ合唱コンクールで何歌ったみたいな話になってな、ゆず懐かしすぎて涙出そうになった。うわー、そういえばそんな歌ったなみたいな。あとゆず結構自分で記憶力いいと思ってたんやけど、でも結構忘れてて、中1の時に歌った曲がどうしても思い出せんくって、何やったっけみたいな、なんか地球とか世界とか、なんか星とか、なんか宇宙系やったなっていうのだけ覚えてて、何やったっけって思って、そう、そしたらこの星に生まれてやった。どんな言葉でなな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 などこがサビか分からへんかった。でも半年も東京行ったら方言忘れそう。
あーなるほど。まあ、確かにゆずも平気で関東弁で喋れる。全然ずっと東京にいるとね、周りが標準語やから。みんなそう精神だね。明日はチキチャするの？ゆぴさんがしてほしいならするよ。あのね、リクエストチキチャみたいなの送ってくれたら割とそれは絶対に答えてるかもしれない。そうだから来てね。友達が電話してくる理由かけない。それの言うもめっちゃびっくりした。なんでって思ったもん。まず犬の動画見ててさ、昨日なベッドに入るのがめっちゃ早かって、めっちゃ早くって、お今日はいい日だなと思いながら犬の TikTok 見てて、そうあのねテディベアのモコちゃんっていう子がねすっごい可愛い。そうで、そうその子の TikTok 見てたら電話かかってきてびっくりした。明日ポイントぶっこんでおきますね。だって待ってるわ待ってますその曲って合唱曲？そうだよ。いや、ゆずの一番好きな合唱曲、ゆず合唱団やったからもう数々の合唱曲をたくさん歌ってきたの。でもゆずが一番好きな曲は今年っていう曲と、あと証っていう曲。もうねゆずね、証って曲はね涙が止まらない。いや涙が、歌ってて涙止まらへん曲ってめっちゃあって、そう合唱曲ってめっちゃいいよ本当にめっちゃいい。今年って曲調べてみんな。涙があるだろう、今年も涙ながらの歌があるだろう。明石、多分違う、さ明石やさんまさんの明石は、明石はごんべんに正しいって書くやつ、明石みたいな感じ、なんかこれが証だよみたいな、なんかそういう系の証な。一緒のボケしんといてって、仲良しやん。あきのぶさんとかてる仲良しじゃん。シーマ仲裁正解、それ証、それそれそれ。絆って曲が好き。へえー、知ってそう。ゆずも聞いてみよう。絆か、もうほんまにいい曲いっぱいやんな。めっちゃわかる。カタルフ正解タピちゃん間違い歌詞壮大なの多いね、多い、めっちゃ多いけど、なんかあのな、ゆずな中学生の、中学校の、あだから高校入る時の面接の時に、なんか好きな科目は何ですかって聞かれた時に、あの音楽ですって言って、でなんかなんでその教科が好きなんですかみたいな感じで言われて、その時になんかパッて考えてパッて答えただけやってんけど、よく考えたら自分めっちゃ深いこと言ったなみたいなことがあって、なんかなんで音楽が好きなんですかみたいに言われて、なんか私は歌が好きで、なんか歌ってなんかその言葉でパッて言ったらめちゃくちゃ重いこととか、なんかえきつこの女みたいな風に思われることも歌詞にしてしまえばすっごい素敵に聞こえるし、なんかすごいストレートな気持ちとか、あのなんだろう、強い言葉とかもなんやろうな、いい感じにあの包まれて相手に届くし、それがいろんな人に届けられるしみたいなことを言ったの。そうね、自分でよく考えて、おゆずめっちゃええこと言うたなと思いながら、そう、ほしたら特待生で高校入れましたそうそう、ゆず女、重い女の歌詞みたいなめっちゃ好きやから、なんかメンヘラの人の曲とかゆずめっちゃ好きやねんか。わあこんな考え方があるのかみたいな、感性がすごみたいな。三尾山崎っていう人の曲とかそうやし、なんかボカロとかもゆずめっちゃ好きなんやけど、ボカロもすごい重いかったりするくって、なんでこんなに遠回しなのみたいなそう、でもそういうのとかもなんかなんやろ、音楽に乗せてしまえばすごいいい感じに聞こえるやん。そう、西野カナとかもそうやん。だってさ、
あのさ、会いたくて会いたくてさ、震えてるんだよって LINE で言われるよりさ、曲で聴いてさ、ああって思う方がまたマシやん。あの曲は結構すごかったけど、でもなんかそういう感じ。中島みゆきとか、中島みゆきの糸めっちゃ好きよ、ゆず。うん、中島みゆきの糸すごい好き。ゆず、糸もさ、こないだ映画してたやん。もう多分 DVD 出てると思うんやけど、そう、糸見に行って一人で、めっちゃ良かった。だーての糸はなたのやつ。そう、よし、チキチャしますかな、待ってるね。山崎箱の呪い、わかんない、聞いたことない。まあ付き合ってる彼女が会いたいから震えてるって LINE 来たら、違う意味でこっちも震える。そうなん。まあでも会いたくて震えるよって言われたらちょっと怖いよね。え、そんなにってなる。タッタの糸はあなた、そう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 、糸映画良かったね、見た。いや、もうめっちゃ良かった。結論、歌ってええよな。それな、歌ってええよな。呪いはちょっと怖いな、歌い方とかも。そうなんや。あのね、誰だったっけ、中島みゆきかな、なんか僕が死のうと思ったのはっていう曲もう聴いた時びっくりした。おおってなった。そう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 。あとね、ゆずが三尾山崎にハマった曲が、あのメンヘラって曲やねんけど、でももっと一番好きなのは、あの最愛、最愛、多分最愛って曲で、そう、なんかさよならは引き止めてっていう意味やし、大丈夫は大丈夫じゃないっていう意味やし、みたいな、なんかその女のめっちゃめんどくさい気持ちを代弁してくれてる歌詞で、初めて聞いた時ちょっとニヤニヤしちゃった。こんなこと言う人いるんやと思って、歌詞で、そう、こんなこと言うのねと思った。そう、でも面白いなってめっちゃ思う。こんばんは、はじめまして、こんばんは、ありがとう。映画館入るとき何か買う人、そのまま入る人、そのまま入る人。あんまり言うとポップコーンが好きじゃなくて、そう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 、そうなんだよ。ひひひ、わっ、がっくりさん、ハートありがとう、いっぱい、100個もありがとうね。メンヘラな人も好き、だってメンヘラな人好きよ。な、好きっていうか、ゆずめっちゃ人のこと好きで、なんか人がどう考えてるとか、あ、この人はこう思ってるんや、この人はこんな考え方するんやっていうのが好きやから、あの何、メンヘラの人の考え方がめっちゃ好きで、考え方がめっちゃ好きっていうか、話聞くのが好きで、ゆずの友達にも、あの一人あのメンヘラが、メンヘラ?なんかことごとく報われない女の子がいるので、その人よくゆずに電話してくんねん。恋愛がうまくいかないことがあったらすぐにゆずに電話してきはんねんけど、そう、なんかゆずと考え方が全然違いすぎて、なんか面白いなってめっちゃ思う。そうそうそう、そうなんだよね。めっちゃね、面白い。あ、そんな考え方があるんだなって。でもそういう考え方、メンヘラとか重い女の子の方が濃い大きい女の子だし、なんか経験すごいなって思う。そう、ことごとく報われないで、つれ、いや、ほんまに、なんであんなに報われへんのか分からへんねんけど、多分その子もちょっとツンデレやから、あのめっちゃな思ってんのに、それを多分表に出すのが苦手なんやと思う。なんやろ、かき揚げ系のかっこいい系の女の子やから、そう、てっきり多分お姉さんっぽく見られんねんな。やねんけど、その子は本当はめっちゃ、なんかめっちゃ、なんて言うやろ、気遣いやし、ズバって物事言いそうな見た目してんのに、ズバッと物事言えへんし、だから多分見た目で勘違いされるタイプやから、あのなかなかうまくいかないこともあるのかもしれない。多分そうなんじゃないかなって思う。いつも言うもん、あよ、もうちょっとちゃんと自分の思いを言った方がいいよって言って、
いやでも嫌われてるもんみたいな感じやねん。そうかき揚げ系かと思った。あの髪の毛ね、あの前髪ない系っていうの、いかつい、なんかどっちかっていうとヒップホップみたいな感じ。いや別にディスってるわけじゃないけどな、イエーイみたいな。そうそうそう、ゆずと正反対。え、そうやねん、ゆずと正反対だから、ゆずとその子が仲いいのはクラスのみんななんか理解してなかった。へえーみたいな、ゆずそこと仲いいんやみたいな感じやったけど、なんかゆずほんまにいろんな人と仲良くしたいし、そう好きだった。そうそうそう、初コメです。ほんまか。いっぱい喋ったことあるけど、好きな人に素直になれないタイプ。そうそうらしいよ。だからいろいろ苦労してはる、めっちゃ。気持ちは言葉にした方がいい。そうだよ本当に。ゆずのファンの人は結構それができる人が多いからすごい優秀。だってゆず事務所行かなあかんじゃん。大丈夫かな。ゆず何分に出るっけ。もうは終わるわ多分。もう終わるな。また楽しいお話だったね今日も。こんばんは、ゆずけるにありがとう。もうそろそろ終わります。この後は21時半からチェキチャがありますので、皆さんそちらにもゆずと2人で遊びに、お話ししに来てくれると嬉しいです。待ってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。それではライブランキング13位の方からお名前読んで終わりたいと思います。13位シムチューサー、12位ジンさん、11位サルモトさん、10位おばあちゃん、9位若松たっくん、8位ヒロ、7位あずまやん、6位犬山さん、5位4位ひろまいちゃん、3位じいちゃん、2位がくりさん、1位ゆず大好き、ありがとう。あ、一回さんバラもありがとう。今から事務所えらい子やねって、えらい子やで、褒めに来て。待ってますね。ということで本日はね、たっぷりチェキチャがあるし、たっぷりゆずとおしゃべりしに来てくれると嬉しいなと思います。フェイスオンチェキチャなので、いつものチェキチャより500ポイントお得なので、声聞かれるの恥ずかしいよ、お顔見せるの恥ずかしいよっていう人もね、テキストもできるので、ぜひ今日のお得デーにいっぱい会いに来てくれると嬉しいです。それでは待ってます。ありがとうございました。3、2、1、バイバーイ。